PS 版ドラクエ7からラーマ編攻略後すぐに転職することができる超優秀な3つの初級モンスター職を見ていきましょう。まずはバーサーカー。最速で現代の旅の宿のラッキーパネルで心の入手が可能です。バーサーカーには様々な強みがありますが、特に大きいのは恵まれたステータス補正を持っていること、優秀な攻撃技を習得できることの2つになります。まずステータス補正を見ていくと、身の守りが 30% も下がってしまうのはやや痛手ですが、他にマイナス補正があるのは賢さ、かっこよさと戦闘方面には関係ないものばかりな上、力と素早さ両方にプラス補正がかかるため、総合的に見れば初級職の中でもトップクラスに恵まれたステータスとなっています。人間職も含めて初級職では唯一力と素早さ両方に補正がかかる職業なので、物理アタッカーとしてダントツで使いやすいのはもちろん、意外なことに MP が下がることもないため、戦士や武闘家と違い気軽に呪文を使っていける点も非常に優秀で、特にレベルアップでスカラやベホイミを覚える主人公にとってはこの上なくありがたいステータス補正となっています。そして特技の方を見ていくと、バーサーカーで習得できる特技は先制攻撃できる疾風突き、比較的使いやすい強化攻撃火炎斬り、全体攻撃のサミダリ剣、敵味方含めてランダムな対象に会心の一撃を繰り出す皆殺しの4つです。皆殺しはまあ使わないとしても、他の3つはなかなか優秀で、特に合計100戦で習得できるサミダリ剣は実は全職業職歴技を含めて最速で習得できる全体攻撃なので、バーサーカーになることで早い段階から熟練の稼ぎの効率アップに貢献することができます。心が手に入る現代の旅の宿のラッキーパネルからは、低確率ながらゾンビキラーや炎の爪といった強力な武器も手に入るため、これらの武器を片手にサミダリ剣を連発してガンガン熟練度を稼いでいきましょう。他にもマスターすればマヌーサ、メダパニが効かなくなるため、より物理アタッカーとしての仕事をこなせるようになること、職業の特性で回避率がアップすること、同じく現代の旅の宿で心の入手を狙えるミミックと組み合わせることで井戸魔人、爆弾岩と組み合わせることでゴーレムと、早い段階から複数転職ルートを広げられることなど、優秀な要素が盛りだくさんの攻撃系初級職バーサーカーの紹介でした。続いてエビルタートル。こちらも現代の旅の宿のラッキーパネルで心の入手が可能です。エビルタートルの魅力は習得に時間がかかる補助系の呪文を習得できること。エビルタートルで習得できる呪文特技は画面に示す通りで、特に目を引くのはスクルトとバイキルトの2つ。スクルトは硬い甲羅を持つ亀らしい呪文だと思うんですが、バイキルトを覚えるのはぶっちゃけ違和感がありますよね。一体なぜバイキルトを覚えることができるのでしょうか。まあ覚える理由は置いといて、モンスター職を除くとスクルトは羊飼いと僧侶の職歴技、バイキルトは転職のメリットが薄い魔法戦士での習得と、どちらもボス戦で使い道がある呪文でありながら習得方法にかなり癖があるため、これら2つの呪文を早い段階からまとめて覚えることができる点がエビルタートルの魅力となります。他にもムーンサルトは星8での習得でありながら、合計125戦と少ない戦闘数で覚えることができ、ボス戦など単体相手なら強化技、雑魚戦ではサミダリ剣や稲妻の後の追撃として十分使っていけるため、総合的に見て習得呪文特技は初級職の中でもトップクラスに優秀であると言えます。他にもバーサーカーほどではありませんが、マイナスが少ない優秀なステータス補正を持っていること、ギャオース、フライングデビルの2つに転職するために必要となること、マスターすれば全ての攻撃呪文のダメージを3割軽減可能と、抜群の耐久力を得られることなど、火の打ちどころがないバランス型初級職エビルタートルの紹介でした。最後にホイミスライム。ステータス補正は魔法使いを多少マイルドにした感じで、お世辞にも強いとは言えず、広がる転職ルートも死神貴族の一つだけと、ここまで話してきた2つの職業に劣る部分もあるんですが、転職のしやすさと豊富な回復呪文、この2つがこれらのマイナス要素を補ってあまりある素晴らしい魅力となっています。まず覚える呪文はこんな感じ。ホイミ、ベホイミ、ベホマは僧侶でも習得することができますが、一番最後に覚えることができるベホマラー、これがとにかく強いです。人間職で一番早くベホマラーを習得できる賢者でも、魔法使い、僧侶の熟練度上げを含めればベホマラー習得のために約450戦こなす必要があるんですが、ホイミスライムでベホマラーを習得するために必要な戦闘数はなんとたったの160戦。
賢者の3分の1程度と異様な速さで習得できるため、ダーマ解放後ホイムスライムに転職してサクッとベホマラを覚えちゃえば、その後の冒険が非常に快適になります。しばらくの間は雑魚戦後もベホマラ一つで楽々全開することができますし、もちろんボス戦の安定感もめちゃくちゃアップします。そして優秀なモンスター職といっても、ラッキーパネルは面倒だから人間職でいいやっていうそこのあなた、朗報です。ホイミスライムの心が手に入るのは現代の旅の宿のラッキーパネルではなく、ダーマ解放と同時に行けるようになるメザレの街の宝箱、つまりダーマ解放後すぐに特別な手間をかけることなく誰でも転職することが可能なんですよね。戦闘能力は低く、スカラやザオラルなどは習得できないものの、全職業中最速で習得できるベホマラーがあまりにも優秀な回復系の初級職ホイミスライムの紹介でした。以上、早い段階で転職できる優秀な初級モンスター職3選でした。動画の方を楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方お願いします。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。